フレデリック・ビルヘルム・ C.J. シェイストロム、フレディ・ストローマは、ロンドン出身の英国男性俳優。身長は181センチメートル。父親は、スウェーデン出身のコンピューター関連の会社の役員で、母親は、ドイツ人。ハリー・ポッターの映画シリーズで、コーマック・マクラーゲンを演じたり、2011年のミュージカルコメディ映画、シンデレラ・ストーリー。 ワンスアポンソングでルークを演じたことで知られる。2015年6月にライフタイムで初演されたドラメディシリーズアンリアルアンリアルでアダム・クロムウェルとして主演を務めた。2016年にマイケル・ベート戦争映画13時間ベンガジの秘密の兵士でブリット・ベーナー役として主演を務めた。2016年には ABC シリーズタイムアフター・タイムでは ハーバート・ジョージ・ウェルズを演じた、アンリアルの共演者である、ジョアンナ・ブラッティと2016年に結婚している、イギリス・アスコットのバークシャーで育つ、オックスフォードシャーにある公立の少年専用の、寄宿学校のラドリー・カレッジで教育を受け、2005年に退学。オックスフォードのパフリックスクールの全寮生眼志行を卒業、16歳の時に米国ナショナル・ユース・シアターに入団して、 テレビなどで活躍。ユニバーシティカレッジロンドンに入学し、神経科学を学ぶが、ハリー・ポッターの撮影で一時休学。撮影終了後、大学に戻り卒業する。ハリー・ポッターシリーズの謎のプリンスで、初登場し、コーマック・マクラーゲン役として映画に出ている。他に、ハリー・ポッターと死の秘宝パートに。他にも、米、HBO の人気ドラマ、 ゲームオブスローンズでシーズン6にリコンターリー役で出演するなど数々の名作に出演している。彼には姉のアントニア・シェイストロムと弟のフィリップ・シェイストロムがいる。ありがとうございます。